ちょ、マジやばくない？ マジでやばくない？え、だってさ、カマだよ。カマですよ。あのカマですよ。KAMA って書いてカマですよ。あれがまさか、しかも召使い殿に、そことそこを組み合わせますかみたいな。本当に1年前から私を見てくれてる方ならご存知。私がどんなにカマを実装してほしいと願っていたか。できれば闇幻想を作って、黒いフードなんか被せちゃって、で、カマを作ってほしいって言ってたんですけど、まさか、ここに来て実装されました。カマは実装されていないんですけど、いやもうこれはもう実装されたと言っても過言ではないんじゃないですか？いやもうありがとうございますということでね、ちょっとあまりにも良すぎてこらえきれなくて、見てすぐ今動画撮ってるんですけど、召使いさんのためにね、モナとか経験値本とかその他いろいろ集めておきたいと思います。ちなみに今のところこんな感じ。ちょっと経験値もなさすぎるよな、これ。モラが130万ぐらいしかない。これはまずい。これはまずいよ。もうだって入手したら私速攻使えるようになりたいもんな。ちょっとそれまでにはね。いつ来るんだろう、召使いさん。ちょっとわかんないけど、でもあと10日ぐらいかな。頑張ろう。入手した瞬間に使えるように頑張ろう。とりあえず、モラと経験値本だ。待って、どうしよう。どれからやる？経験値本からやるか、一旦ね。ということで、ちょっと樹脂今日さ、違うやつ取ってて、樹脂いろいろ使っちゃったけど、原石割っちゃおう。原石を割ることに容赦がない。なんかさ、持ち吹きもさ、めっちゃ良くない？なんかなんていうのかな、赤なんだけど、黒も混じってるあの感じ？闇だよな。やっぱなんか、あれだよね、執行官って闇だよな。好きだな、本当に。あー、持ち吹き欲しい。持ち吹き引いちゃおうかな。いやー、どうしよう。悩む。でもマジでお金ないんだよな。最近ガチャ引きまくってるからどうしよう。うわーでも持ち吹き、うわーでもちょ待って、でもあの持ち吹きを持った召使い殿、うわー絶対かっこいいじゃん。あーマジ悩む、どうしよう。あー私はどうしたらいいんでしょうか。うわー楽しみー、召使いさん本当に楽しみ。誰と組ませようかな。なんかでも命の契約がどうたらこうたらって言ってたんよ。興奮しすぎてあんまり内容覚えてないんだけどさ、命の契約を自分に課すみたいな感じだったから、一定時間回復できないみたいな的な感じだった気がするんだよな。ちょっとだから使い方難しかったんだよね、私視点。誰と組ませようかな。でもやっぱ蒸発かな。水元素でもさ、水付着のやっぱりフリーナちゃんかな。やっぱりフリーナちゃんと組ませるか、ここは。うわー、ココミンとか持ってたらめっちゃよかったのにな。持ってないんだよな、ココミン。あー、引いとけばよかったな、ココミン。カーマ、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 カーマ。そしたら、ちょっと今やってるイベントをね、やったことがないから、それをやろうかな。なんか猫ちゃんのイベント来てるんよ。ちょっと初めましてなんだけど、どこ？どこそれ？これ？猫撫でられんの？そんなミニゲームあんの？別ゲー始まったんだけど。かわいい。あ、怒った、怒った、怒れた、怒れた。やば。なにこれ。どこなる？ああ、この足、これ、ふみふみすんのいいよね。わあ、やばい！やばいぜ！やばいぜ！よし。報酬を獲得しましょう。原石もくれるし、モラもくれる。素晴らしい。ゲイ、これで、のりゆきさんをもらうと、よし！今年ののりゆきさん、マックス。よし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 。待って、通常ガチャ来たから、とりあえず通常ガチャ席を一旦回そう。ななちゃん来い！来ないか。そう、この間私、これ通常ガチャで一回回したら、あの方来てくれたんですよ。こちら、ティナリーさん。ついに私もティナリー殿を入手したんです。ティナリーさんもなんか八重様と組み合わせた激化パーティーがめっちゃ面白いらしいから、いつかやってみたいんですけど、ちょっとごめんなさい。行列があれなんで、すいません。で、あとは、草の印をね、ちょっと捧げに行こうかなと。35枚でした。あと5枚ないわ。あれってか、もうちょっとで私さ、次のマックスじゃん、私。やば。よし、探しに行こう。残り5枚。ここ行こう、96%。スメールもね、もう、ほぼ探索完了しちゃってるからな。はい。上だ。上か。
上か、これ上、上行くの大変だな。あ、これエレベーター？何これ？何この空間？あ、エレベーターじゃん。お、すごい。このとこにエレベーターあるんだ。お願いしまーす。到着。さあ、どこだ？こっちか。あぶね。このあたりにありません？もう一回。今度下なんだけど。上がりすぎたって。どこ？あった！うわ、しかもでっかいやつ。ナイスー。よし、3枚。あ、これで4枚。あと1枚じゃん。まあでもこの辺一切探索してないからな、多分。結構あるような気がするけど。あ、ある。向こうだ。うわー、なんか良くない？太陽反射してる感じ。めっちゃいい。違う、そうじゃない。それじゃなくて、宝箱。の上とか？違う。あったー！ナイスー。よし！ 35 枚集まったんじゃない？これ。よし。集まりました。じゃあ、捧げに行きましょう。やったー！これで、レベルマックス行くぞー。行きます。レベルマックス。はい！上納。おー、開いた。玉ねぎが開きました。で、これで受け取ると。よし。わ、しかもガチャ席2個。でかいぜ。そしたら、ここの、新緑の谷の探索に行こうかな。ここはね、結構宝箱開けてないのとか、挑戦系もやってないのとかね、結構あると思うんで、ここで、モラ経験値本稼ぎをします。世界任務あるな。世界任務やろうかな。でも世界任務どうだろうな。長い割には意外ともらえないみたいな時あるからな。一回引き受けてみよう。あ、なんか子猫を追いかけるミニゲームが始まりました。よし、この世界任務をやりつつ宝箱も探す。なし。よし、終わった。経験値本3、ほら2万。20分ぐらいやってそれか。探索した方がいい気がするな。探索を続行します。変わった鍵を手に入れました。これはどこで使うんでしょうか。終わった鍵、どっかで鍵を開けられるところがあるっぽい。これ上かな？あ、ここじゃない？これだ。はい、開けます。取ります。で、これどこに置くんだ？え、これどこに置くんだ？ちょっと待って、とりあえず宝箱。あー、びっくりした。え、下？何で下？わかんない。下まで来たのに何もないじゃん。こっちかな？これは、壊して、はい。侵入開始。失礼します。置く場所ないぞ、でも。あ、繋がっただけだな。はい。頼む！共に！全然だった。この範囲内にあるってことじゃ、やっぱ。ま、嘘だ。嘘つかれてるけど。わかんないから挑戦やろう。ボロボロなノート。なんとかの拠点、動物は崩壊した後、我々はなんとかと人員の大部分を救出した。移転のお知らせなど確実に伝えることですよね。小指の貝のものと浜辺で会うことになる。小麦の貝と、小麦じゃない。小指の貝じゃない。小指の指と浜辺で会うだって。なんか浜辺行ったら、なんか、小指もらえんのかな。浜辺ってどこの浜辺だろう。あ、あれじゃない？小指。あれ多分小指だよ。すいません、小指。あ、小指戦闘始まりました。私がみんなの小指をもらっていく。ほっ。オッケー、小指もらった。小指30個もらった。モラ箱だけ。すごいモラ箱ある。あ、見てみんな。モラ箱に釣られてきたら、でかい宝箱あった。これ、きっとみんな知らないでしょ。これ多分ね、この世界で私しか知らないよ、これ。わー、すごい。なんか、基本的にこういうのって良くないところに導かれるのに。床に落ちてるさ、食べ物とか拾いながら歩くとさ、罠に引っかかるみたいな、あるけど、原神は逆に良かった。あ！待って、わかったかも、私。例のこれの場所。よし、こっちだ。多分こっち。あ、しかもモラあるじゃん、ここ。ナイス？いけ！間に合え！多分間に合うはず。で、これの、ここ！
うえぇ、ー、やっと。あ、しかもでかいやつ。いやー、やったー。解決した。この溜まった岩の印を捧げに行きます。さあ、いくらもらえるんでしょうか、私は。はい。ダダン、1、10、100、1000、万、10万。11万もらもらいました。そしたら、評判任務やろう。カマがやってくる。よし、終わりました。ということで確認してみましょう、私の成果を。あ、モラが249万5058モラになりました。めっちゃ溜まったぞ。240万あったらどこまでいけるんだ。レベル80はいけるか。添付まで使っちゃうとちょっと足りないかもしれないけど。で、経験値本が169304。おお。これはレベル80いけるかな。いい感じで、原石が3700あります。順調順調。ということで皆さん一緒にね、記念すべき釜で迎えましょう。ありがとうございました。